解説主管の宮原さんに聞きます、えー、宮原さん三つの原因や課題を指摘していますがまず一つ目事項への批判ですねそうですねあの今回当選された候補者の増減票数の増減を見てみますと、えー、立憲共産それと四十代の若手の自民現職以外はのきなみ票を落としているということですね、はいまあ、物価高あるいは防衛費問題 こういったもので、まあ、自公政権への批判票というふうに見ることもできますね。まあ、こうした票が先ほど言いましたように、えー、唐津の立憲し初あの議席、はい、あるいは武雄の新女性議,議員あるいはあ佐賀での元職復活というようなことを人たちを押し上げたと。 そして2つ目に指摘しているのが、低投票率ですよね、はいまあ、とかくあの有権者側に責任があるようなあの風潮もありますけれども、うん、一方で議会の活性化は果たしてなってるのかということも問うべきじゃないかと思いますね。あの県議会は何してるんだろうかと、あるいは入れる人がおらんと。 いう声もも聞きましたけれども例えば議会にしても条例が議会の一つの仕事ではあるんですけれども、はい、これまで昔日本酒乾杯条例というのは10年前にできましたけれどもそれ以降4本の議,議員発案条例ができたと、はい、多いのか少ないのか、はい、あるいは、まあ、コロナ禍での2年ほど前に県が誓いの金というのを提案しましたけれども<あ>これを議会が否決しました。 当時異例なことと言われましたね。うん、ということで、まああの県の応援団かあるいはあのイエスマン議会になっていないかということも問われるべきでしょうね。うん、さあ、そして三つ目ですが、無風対策これはどういうことなんでしょうか。そうですね。あの現在あの十三選挙区のうち。 10の選区区が1人人なないいしは2人区とううふうになってます今川野君も言いましたけれどもあの1人区2人区というのは現職がガチッと固めてなかなか新しい新人が出てこれないとき極めてハードル高いんですね。ということでこういったところにまずメスを打たなければいけないんじゃないかと。で無風区もあ無風区というか1人区も例えば。 選挙区を拡大して定数を増やすとか、はいはい、なかなか難しいんでしょうけどもそういった手を打っていかないと、うん、いわゆる区割、えー、り改革ですね、はい、これは議員自らの手でできますから、うん、でこのままでいくと4年後8年後またさらに投票率落ちるという時点になりますので、えー、議会改革も待ったなしだというふうに思います。 ここまできのう投開票が行われました県議会議員選挙についてお伝えしました。